おっす、セムです。本日はですね、反則物、反則物っていうのはですね、お買い得とか書いてペッて貼るものを反則物っていうんですけれども、反則物はどうやって人間が認識するのかっていうお話をしたいと思います。まずですね、反則物どういうふうに作ればいいのかって言いますと、一番いいのはですね、動くものです。人間はですね、止まってるものよりもですね、動いてるものの方が気になってしまうんですね。で、まあ動くものっつったってちょっと難しいんで、どういうふうにやるのかっつったら、なんか天井につってプラ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 こうするものをやってみたりすればいいんじゃないでしょうか。もっといい反則物、人間はですね、人の顔っぽいものを認識しちゃうんです。目が2つあって、鼻が1つあって、口が1つある。人間の顔を描いてください、反則物に。その人間の顔をどのようにすればいいのかと言いますとですね、人間はですね、女の子がいいですね。男は視覚で発情する動物なので、綺麗な女の子には滅法弱いです。なので大工の源さんとかを反則を作る時でも女の子を使ってください。とにかく女の子を使ってください。女の子は最高です。次っていうことはですね、女の子の顔があって、かつこんな感じで動くものだったら何でもいいのって言われたら、そうでもないんですね。やっぱね、うるさいんですよ、そんなものは。君が好きって書きますね。で、この君が好きっていう字、まあ黒なんで分かりやすいと思うんですけど、色をですね、別々にしてみます。はい、君が好き、すごいでしょ、全然読めないでしょ。これをもう一回、黒じゃなくて白に変えてみましょうかね。はい、ペッ、ね、前よりは認識できると思いませんか。このですね、白い色にですね、ちょっとね、ぼかしをかけてみますね。ぼかしっていうのは、この文字の中に違う色をにじましてみますね。せーの、はい、ドゥン、すごいでしょう。保護色になったでしょう。完璧に都市迷彩みたいになりましたね。こういう感じにですね、人間の認識能力っていうの結構デタラメなんですよ。文字とかは一色に絶対しないといけないです。はい、一色ドーン。君が好き、若い女性見てますか。君が好き、まあそんなのどうでもいいとして、ということなので、まず人間っていうのはですね、色の数が増えれば増えるほど認識ができませんので、色はとにかく少ない方がいいです。特に文字色、文字なんてのはですね、白と黒以外使わない方がいいですね。量とか優先順位とかはですね、まず二の次で、何を伝えたいのかっていうのをまずしっかりと考えてほしいですね。何を伝えたいのかっていうのを考えた後は、それをですね、伝え切るっていうのは非常に大事ですね。それは量とかそんなんでもいいですし、見やすくする、これが親切さですよね。人間はですね、全然認識しないんで、まあ、何を伝えたいかって一個決めたらそれだけ伝えきればいいんですよ。量とか色はそれを補うものでしかないんですよね。なんで、反則物で何かしようとかこうしようっていうのはなかなか不可能です。所詮反則物、これおすすめですよっていうものは、お客様に対して少し売り上げをアップさせるものぐらいの感覚でいた方がいいですね。 5% とか 10%、 いい反則物だったら 15% ぐらいまでそのものの売り上げがアップするかもしれません。しかし100にするものとか200にするものではないということを覚えておいてください。サポートするものです。以上、セムでした。